はい、皆さんこんばんは。今日はですね、ロープ式試験、なぜなかなかね、受からないのかっていうところなんですね。書けないのかなっていうと、多分そうではないんですね。いろんな人の、いわゆるロープ受けた後に聞いたんですよ。まあ、いわゆる、反省点ですね。一番多いのが、時間がなくて読めませんでしたって人が多いわけですよ。で、もしね、そうだとするならば、そんな問題って試験に出すんでしょうか。多分ね、出さないと思ってるんでね、ちゃんと読める時間で解けるように書いてあるんですよ。だけど、読み方が分かっていないんだな。でもね、これ僕も言えないんですよね。現代国語ってあるじゃないですか。僕もこれ、すごくね、悩んだんですよ。いい時はいい、悪い時は悪いっていうのが現代国語だね。で、日本語でしょ？日本語なんだけど、読めないわけですよ。で、構造的に点数が取れないんだよね。多分これと似てるんでしょうね。で、予備校に行きました。それはね、寸大予行だと思うんだけど、行ったんですよ。だから、うろこ落ちましたね。こうやって読むんだと。こういうのと、パッとね、答えが出てきて、必ず言いたいことがちゃんと分かって、書けるんだと思ったんですね。で、これが僕はそうだな。大学受験をすることなんで、今30年前なんですよ。で、これと、特に長い問題って似てるんだよね、解き方が。で、これをね、ちゃんとね、教えるってことがあるべきだと思ってるんです。だから、多分これをやっていないんですよね。多分やってるのは、型とかね、あるいは、時系列ずっと書いていって、こうなる、こうなるっていうのをやってると思うんですよ。ただ、これはそうではないんだよね。できれば、どう読んで、パッと答えが出るかっていうのが一番のポイントになるわけでしょ。特に、5分から10分、長くても15分ぐらいで回答出しをしなかったら、まずいわけですよ。で、これは終わったと。終わった段階でもう一回見直すんだよね。やっぱ、本試験独特の観点ってあるわけですよ。ね、言葉にこだわってもらいたい。だから、聞いたんだってのがあるわけですよ。でも時間がないと、多分そこまでいかないんだよね。で、そうなると、試験の答えに答えていないってことになるんでしょうね。で、今回ね、日本のワイドっていうクラスの中で、論基礎ってあるわけですよ。論基礎ワイドかな。論基礎と違っていまして、今回やりたいこと。まずは、どっかりってやってみたいんですよ。本試験問題を使って、どう解いていくのかな。実際上、本試験の問題って、現場っていうかね、数もらって、5、6分で解いてるんです。回答出しまでね。で、その試行過程で学んでもらいたいんですね。できればね。ただこれができる前提としては、担当50点取れないと実はできないんですね。ただそれができればっていうことなんだけど、できる前提であるならば、読解、簡単にできるんです。で、それやり方を絶対覚えてもらいたいと思っていまして、理解してもらいたいんです。語りも、まずは読解。これができないと、読み書きって当然言うでしょ。読み方ができなかったら書けないんだよね。で、読めましたと。次は書くんだろうけど、書くのは本当は論旨を持って書くのが一番妥当なんですが、ここでは言ってないのが現状だよね。まあ、これもね、文書でやっていこうかと思ってるわけですよ。きれいな金で書けるっていう答案でしょうね。まあ、これが一番いいに決まってる。で、そうなると論文っていつやっても受かることになるわけです。まあ、できれば現代国語みたいに、ある時はいい、小説が起きるんだけど、だけど現代文っていうかね、論述系はダメっていう人がいらっしゃいますよね。そうじゃない方のそうじゃないようにやっていきたいと思っております。これができれば、絶対論文って受かりますよ。で、これ一番早道ってことになるんで、まあ、聞いてもらいたいかなって思っております。